1989から1990シーズンの NBA は NBA の44回目のシーズンである。1989年の NBA ドラフトは NBA 史の中でも最悪のドラフトの一つとされている。候補生には、ショーン・エリオット、グレン・ライス、ムーキー・ブレイロック、ティム・ハーダウェイ、デーナ・バロス、ショーン・ケンプ、B.J. アームストロング、ブラディ・リバッツ、 クリフォード・ロビンソンらが揃い、決して不作の年ではなかったが、サクラメント・キングスから全体1位指名を受けた、パービス・エリソンを含む上位10位指名のうち8人が軒並み期待外れに終わっており、球団側のスカウティングの面で失敗が相次いだ。その他には、ダニー・フェリー、JR ・リード、ジョージ・マクラウド、トム・ハモンズ、プー・リチャードソン、ニック・アンダーソン、ブルー・エドワーズ、 シャーマン・ダグラス、ダグ・ウェスト、ディノ・ラジャ、チャッキー・ブラウン、ヘイ・ウッド・ワークマンなどが指名を受けている。この年からドラフトは三巡目が廃止され、一巡目と二巡目のみとなった。ドラフト外選手には、クリス・チャイルズ、テリー・デイビス、ジャレン・ジャクソンらがいる。オールスターには、S ・エリオット、G ・ライス、M ・ブレイロック、T ・ハーダウェイ、D ・バロス、S ・ケンク、B ・アームストロング、B ・ディバッツ、 シー・ロビンソンの9人が選ばれている。前期年間の優勝を果たしたバッドボーイズことデトロイトピストンズだがリーグ拡張に伴うエクスパンションドラフトでリック魔法音が放出されたことはデトロイトに大きなショックを与えた。ローポストにおける最高のディフェンダーである魔法音を失うことは激しいディフェンスを心情とするピストンズにとって大きな痛手となるはずだったが チャック・デイリー HC だけは動揺せず、ジェームス・エドワーズとデニス・ロットマンを先発に昇格させ、マーク・アグワヤを6マンに転向させた。ディフェンディングチャンピオンとして、新シーズンに臨んだピストンズは、シーズン前半こそ、やや不安定な時期を過ごしたが、1月下旬から3月中旬までを25勝1敗と、八区の勢いで勝ち続け、59勝23敗で、 カンファレンストップの成績を収める。ロットマンは、優れたディフェンダーからリーグ最高峰のディフェンダーへと、成長を遂げ、最優秀守備選手賞を獲得。得点源であるアイザイア・トーマスとジョーディ・ーマースは、リーグ屈指のバックコートコンビとして、相手チームを蹴散らし、インサイドでは相変わらずビル・レインビアが傍若無人の、限りを尽くしていた。我が世の春を謳歌していたピストンズだが、 しかしプレーオフでは肝を冷やす場面もあった。毎年のようにジョーダンルールで叩きのめしてきたシカゴブルズがカンファレンス決勝でピストンズをあと一歩のところまで追い詰めたのである。ブルズはオフにダグコリンズをヘッドコーチから解任しアシスタントコーチだったフィル・ジャクソンをヘッドコーチに昇格させた。ジャクソンはマイケル・ジョーダンに頼りきりだったオフェンスの改革を進め、 トライアングルオフェンスの導入、新たなチームケミストリーの確立などで、ブルズをプレイオフ止まりのチームから優勝を狙えるチームへと一大改進化させた。ブルズはピストンズとのシリーズでは第7戦まで戦う粘りを見せ、最後は故障者の発生やスコッティ・ピッペンの謎の変頭痛に泣いて、ピストンズの前に3年連続プレイオフ途中、敗退したものの冗談時代の到来が、 間もないことを予感させるカンファレンス決勝となった。かろうじてブルズの挑戦を退ぞけたピストンズは、連覇を目指して2年連続で、ファイナルに進出を果たした。一方、リーグトップの勝率を収めたウエストの覇者、ロサンゼルスレイカーズは意外な場所でつまずいた。1980年代序盤から中盤までの、ウエストは、レイカーズのほぼ一人勝ち状態だったが、終盤に入ると、 レイカーズも下からの激しい突き上げに合うようになり、もはやウエストはレイカーズの独走ではなくなった。それでも前期のプレイオフではレイカーズが全勝という圧倒的な強さで勝ち上がり、このシーズンもマジック・ジョンソンやジェームス・ウォージーが健在のレイカーズがファイナル進出候補の筆頭であることに変わりはなかった。そのレイカーズをカンファレンス準決勝で破ったのは フェニックス・サンズだった。エースはベテランパワーフォワードのトム・チェンバースだったが、ケビン・ジョンソンやジェフ・ホーナセックなど月の良い若手選手が揃っていた。サンズはチーム史上初めてレイカーズをプレーオフで破ったこととなり、またレイカーズのパット・ライリーはこの敗北を機にヘッドコーチから退いている。しかしそのサンズもカンファレンス決勝では破れた。カンファレンス決勝でサンズを破ったのは、 ポートランドトレイルブレイザーズであり、彼らもまた30歳以上のベテラン選手が一人もいない若いチームだった。ドラフト史上最大の失態と呼ばれる1984年の NBA ドラフトでのサムブーイの指名で優勝戦線にはやや乗り遅れたが、ブレイザーズも決して不運続きではなかった。チームを支えるクライド・ドレクスラーとテディ・ポーターは、ドラフト時は特に評価された選手ではなかったが、 1983年の NBA ドラフトで14位指名したドレクスラーは今やリーグ屈指のスコアラーとなりグライダーに例えられる跳躍力から繰り出されるダンクは高い人気を集め1985年の NBA ドラフト24位指名のポーターは優秀な司令塔としてチームを率いたまたサムブーイと同時に2巡目で指名されたジェローム・カーシーや 1986年にトレードで獲得した7フッターのケビン・ダックワースはブレーザーズにとって思わぬ広いものとなり、カーシーはチーム2番目の得点力を誇る、欠かせないスモールフォワードとなり、ダックワースは1988年のミップを受賞する急成長を見せた。当初思い描いていたのとはやや違った形ではあるが、 順調に駒を揃えたブレイザーズは1987から88シーズンには53勝を記録。しかしプレーオフでは1回戦敗退が続いたため、ドレクスラーとマイク・シューラー HC の間には確執が生じ、翌1988から89シーズンは勝率が落ち込み、シーズン中にシューラーはヘッドコーチを解任された。 不本意なシーズンを送ったブレイザーズは、オフに、新規一点を図り、サムブイを放出して、ニュージャージーネッツからバックウィリアムスを獲得。ウィリアムスの獲得はドレックスラーを、ことのほか喜ばせた。そしてまたもや二巡目指名だった新人、クリフォード・ロビンソンが、予想外の活躍を見せ、リック・アデルマン HC に率いられたブレイザーズは、リーグを席巻し、 このシーズンには59勝を記録した。カンファレンス準決勝では、ライジングチームでやはり若手選手が主力を担う、サンアントニオスパーズを第7戦の末に下し、そしてサンズをカンファレンス決勝で破って1977年以来13年ぶりとなるファイナル進出を果たした。このプレーオフは80年代を支配したレイカーズと、ボストンセルティックスの2強時代に完全に幕を下ろした。 カンファレンス決勝にレイカーズが進出しなかったのは9年ぶりのことであり、さらにファイナルにレイカーズとセルティックスのいずれもが進出しなかったのは実に10年ぶりのことである。第一戦、カンファレンス決勝を第7戦まで戦ったピストンズはやや準備不足であり、ファイナル第一戦は終始、ブレイザーズペースで進み、第4球残り7分を切った時点で90から80と、 ブレイザーズがリードしていた。しかし、ここからピストンズの猛反撃が始まり、アイザイア・トーマスが次々と得点。アイザイアは決して名シューターではなかったが、シーズンを通じてスリーポイントシュートの改善に努め、この試合ではそのスリーポイントシュートが炸裂した。ほとんどアイザイアの独力でピストンズが逆転し、105から99でピストンズが初戦を制した。 第2戦、第2戦は、オーバータイムまでもつれ込んだ、このシリーズ一番の激戦となった。この試合では、ビル・レインビアのスリーポイントシュートが炸裂。第4球までのレインビアは7得点とおとなしかったが、第4球とオーバータイムだけで19得点を挙げる、活躍だった。オーバータイムに入ってもお互い一歩も引かず、試合の行方は最後までわからなかったが、残り10秒を切って、 バック・ウィリアムスが2本のフリースローを決め、ブレイザーズが104から102と2点のリードを奪った。苦境に立たされたピストンズは、タイムアウト明け後、ジョー・デュマースのインバウンドパスを受け取ったレインビアがマイケル・クーパーの保持するファイナル記録と並ぶ、この日6本目のスリーポイントシュートを決めて、105から 104? で、土壇場でピストンズが逆転を果たした。ピストンズが勝利を、 ほぼ手中に収めたかに見えたが、残り4.1秒から再開後、この日33得点のクライド・ドレクスラーが果敢にドライブを仕掛けた結果、デニス・ロットマンからファウルを引き出すことに成功。レインビアの劇的な逆転シュートで完成に包まれていたザ・パレス・オブ・オーバーン・ヒルズは1転、ドレクスラーのフリースローを邪魔しようと嵐のような怒号に包まれたが、ドレクスラーは、 フリースローを2本とも決めて、ブレイザーズが106から105で逆転。ブレイザーズがロードで貴重な一勝を挙げた。第3戦、第3戦の前、ある不幸がピストンズを襲っていた。ジョー・デュマースの父親が心不全で亡くなったのである。デュマースの父親は重度の糖尿病を患っており、この数年でその症状は急速に悪化し、デュマースもある程度は覚悟していたことだった。 しかしデュマースの父親は、プロ意識というものを非常に重んじており、そしてデュマースの妻であるデビー・デュマースも、彼の意思を尊重し、関係者に、父親の死をデュマースには伝えないよう頼んだ。ピストンズは追い込まれていた。ロットマンが足の負傷で、第三戦を欠場し、さらに彼らがこれから乗り込むブレイザーズのホームアリーナ、メモリアルコロシアムでは、ピストンズは、 この17年間一度も勝利をしたことがなかったので、ある。しかしこの日は、デュマースが33得点、ビニー・ジョンソンが21得点を記録し、ピストンズが121から106で完勝した。試合後、デュマースは、デビーの電話で、父親の訃報を知った。デュマースは、試合後の記者会見を断った。第4戦、第2級から一気に畳みかけたピストンズは、 第3球には81から65と大量リードを奪うも、第3球残り2分からブレイザーズが猛烈な追い上げを見せ、第4球残り5分20秒には、テリーポーターのレイアップで93から92と、その3点にまで迫った。ここからは、一進一退の攻防が続いたまま時間が過ぎたが、残り31.8秒には、 ドレクラーのフリースローでついにブレイザーズが108から107と逆転。しかしピストンズも譲らずアイザイアのジャンプシュートですぐにリードを奪い返した。その後、ファウルゲームとなった末に最後はブレイザーズのディフェンスが乱れ、残り1.3秒でジェラルド・ヘンダーソンがダメ押しのレイアップを決めて112から109となった。残りはわずかに1.3秒。 もはや逆転の目は限りなくなきに等しい状況だったが、ブレイザーズのエンドラインからのパスが、センターライン付近のダニー・ヤングに通り、ヤングは35フィートの位置から、すぐさま、シュートを打った。彼のシュートは見事にバスケットに吸い込まれ、場内には、第4球終了を告げるブザーが鳴り響いた。劇的な同点ブザービーターに、客席からは歓声が湧き上がったが、 ピストンズのメンバーはすぐに審判に抗議し、審判団もすぐに集まって、審議に入った。結果、ブザーはボールが、ヤングの手から離れる前と判断され、シュートは無効となった。ヤングのブザービーターとシリーズ2度目のオーバータイムは、幻と消え、最終スコア112から109で、ピストンズの勝利となり、シリーズも3勝1敗で、ピストンズが優勝に大手をかけた。第五戦。 ビニー・ジョンソンが敵地で、クッキングタイムを開催。第390分が経過した時点でスコアは77から69と、ブレイザーズがリードしていたが、ここから、ジョンソンの電子レンジに火がつき、ピストンズの9連続得点を単独でやってのけ、78から77と一気に逆転させてしまった。後がないブレイザーズは粘りを見せて、すぐにリードを奪い返し、 第4球残り2分5秒には90から83とリードを広げたが、しかし、ここから、ジョンソンのクッキングタイムが再開。ピストンズの7連続得点のうち5得点を挙げ、残り36.5秒で90から90と、ピストンズが追いついた。続くブレイザーズのシュートは、外れ、残り20.1秒で、ピストンズボール。ピストンズが、ラストショットを託すのは、 ビニー・ジョンソン。きっちりと時間を計ったジョンソンは、時間切れ寸前で、ジェローム・カーシーのブロックの上から、ジャンプシュートを放ち、シュートは、きれいにバスケットに吸い込まれた。停止した、電光掲示板には0.07秒の文字。第四戦の1.3秒よりさらに短い時間で、ブレイザーズの逆転は、不可能だった。最終スコア92から90で、ピストンズが勝利し、 4勝1敗で、ピストンズが2年連続の優勝を果たした。ファイナル MVP には、シリーズ平均27.6得点8.0、アシスト5.2リバウンドを記録したアイザヤ・トーマスが、選ばれた。また、第5戦でブレイザーズをきれいに調理し、最後は劇的な決勝シュートを決めたビニー・ジョンソンは、電光掲示板に刻まれた0.07秒から007、と呼ばれるようになった。 1988年のレイカーズに続いて、連覇を果たしたピストンズだが、押し寄せる、世代交代の波には逆らえなくなり、バッドボーイズと呼ばれるチームではこの年が、ファイナルに進出した最後の年となっている。NBA 史の中でも、ひときわ異彩を放つチャンピオンチーム、ピストンズは1980年代末の NBA を2年に、渡って支配するとともに、マジック・ジョンソンとラリーバードの時代と、 マイケル・ジョーダンの時代の橋渡しをした存在でもあった。一方、若手選手中心のトレイル・ブレイザーズは、むしろこれから、全盛期を迎えるチームであり、90年代はジョーダン、率いるシカゴ・ブルズの強力なライバルチームの一つとして、リーグを彩っていく。結果、補足でトロイト・ピストンズ4から1、ポートランド・トレイル・ブレイザーズ・ビューティフルを歌っている。ありがとうございます。